さんこんにちは、ヒューガです。本日はファースト EP アワーグラスリリースツアー長崎編の Vlog を撮っていこうかと思います。そしてですね、こういう状況でもありますので、一番所要時間の短い、飛行機に乗って、しっかりとした対策をとってですね、向かうことにしました。当日はですね、やはりこういう状況なのか全く人がいませんでした。後ろの席も前の席も横の席もガラガラの状態でございました。そしてですね、僕国内線に乗るのが初めてでね、最初全然違うなんかターミナルみたいなところにパニックったんですが、こんな感じでね、もうガラガラで。そしてですね、計らずともなんですが、大阪の公演の方が延期になりまして、長崎の公演が、一発目なんですけどね、長崎の次が福岡になってるんですけど、もうこの時点で、福岡の延期は決定しております。延期は決定してるんですけど、長崎公演やらせてもらえるということで、向かっております。これね、もう決まってるんですよ、福岡の公演延期。これ今決まってます、この顔見たってください。福岡の延期決まってる顔してますよ、ほら見たってください、頼ます。そしてここで、1時間くらい待ちまして、ようやく、機内に乗り込めますね。本とか読んだりして、はい。そしてこれね、長い道のりですわ。わーっと歩いてようやく乗り込みます。あー綺麗、久々のね飛行機ですから、やっぱりちょっとねドキドキしましたけど、やっぱこういう空から見る景色もね、なんか感じるものがあったりとかで、なんやかんやしてたらもうすぐに長崎着きます。はい、着きました。1時間ですからね、一瞬ですよ。はい、荷物を持って、そして、空港からバスで長崎駅に向かいます。そしてここで事件が起きます。もう今見てるんですけどね、充電が 5% しか残ってないことに気づくんです。そして切れるんですね。今 iPhone の充電が切れてもうて、でもう一個持ってた iPhone で撮ってるんですけど、もう一個持ってる iPhone はネットが通ってないんですよ。なんでね、もうこんなんも電源入らんかったら鉄の塊やから、こんなこういうねスマートフォンとか SNS とかで悩んでる人に言いたいんですけど、もうこんなもん電源が入らんかったら鉄の塊やから、あんなもんはね電源さえ入らんかったら鉄の塊なんですよ。だからね、そういうネットとかで悩んでる人、元気出してください。あんなもんは電源が入らんかったらもう鉄の塊なんですわ。物ごっつ不安。そしてですね、残していた時刻表のスクリーンショットを頼りに、いつもライブに来てくれるお客さんが働いてるという、温泉に向かうことにしました。そしてね、そこでなんとか充電させてもらって、なんとか事なきを得ました。本当にね、ここいい温泉でした。長崎行く機会あったら行ってください。もう景色がね半端なかったですわ。そして温泉から帰ってきまして、本日泊まるところへ向かいます。こちらですね、ファーストキャビンということで、カプセルホテルですね。1泊2500円ぐらいですかね、お安い。あ、こんな感じです。もう寝るとこだけある、もう十分ですわ、こんな十分すぎるぐらいです。でね、加湿器あって、こちらの加湿器は発電所みたいな音してました。発電機ではなく、もう発電所みたいな音がしてました。はい、そしてもう翌日でございます。ちょっと何もすることなかったんで何も撮ってませんけど、そして翌日スタジオ2に到着いたしました。そしてね、挨拶を済ましまして、早速リハーサルでございます。外の声がもう少し聞こえたら、一回それで言ってもらってもいいですか？さあ、リハーサルが終わりましてオープンです。ファイヤーハリケーンということで、
物販がこちらになります。豊富に取り揃えております。こちらの物販の方はですね、オンラインショップ、概要欄に載せてますので、ぜひご覧ください。さあ、そして、もうすぐ僕のライブが始まります。少し抜粋してですが、ご覧いただければと思います。どうぞ。ここに来てないです。半端な気持ちで言いません。命を懸けて一生懸命にやらせてもらいます。ヒューガと申します。最後までよろしくお願いします。目の前にある幸せに感謝できた時、新しい幸せがやってくると気づけた。言葉が一つ、花びらが一枚、形は違えどどちらにも記憶が刺さる。全てを切り上げ、向かい、叫べ、歌え、あなたに届け。この先ずっと考える、今日も君のこと、音があなたに寄り添う。また本当は会えたら海へ行こう。そしたらさ、沈む夕日を見たりしてさ、二人だけで話そう。この綺麗な桜が自分のために咲いていないことだけは分かる。誰かの門出を祝う舞う花びら、横目に見つめる自分自身が狂っていくのが分かる。夢を語れば笑われ、何も知らないくせに馬鹿にされ、一つも言い返せない現状が何よりも情けなくてたまらない。二人の間に生まれるものを心と呼びたい。教科書は大事なことを教えてくれなかったんじゃなくて、学ぼうとしなかっただけ。何かのせいにすることをやめれば今が少しでも変わると思う。空いた時間を埋めるように少しずつ音や言葉は重なる。胸が高鳴る。いつか笑い合うために今がある。そのいつかが遠くない場所に見える。空いた時間を埋めるように少しずつ音や言葉は重なる。胸が高鳴る。いつか笑い合うために今がある。そのいつかが遠くない場所に見える。あいつらに届けばいいとあなたが言ってくれたから。気持ち、はい、ということでですね、もう次の日です。ちょっとね、全く動画を撮れなくて、いろんな方にお会いしたりとか、共演者の方と盛り上がったりとかでも全く撮れませんでした。そしてですね、これから、福岡に向かいます。延期になってるのになんで行くの？どういうこと？って思うかもしれないんですけど、もうチケットを取っておりました。キャンセルしてもね、お金がかかってしまうんで向かいたいと思います。そして長崎、初めて、人生初の長崎だったんですけど、本当に素晴らしい場所で人も素晴らしくて、本当に計らずともツアー1本目になったんですけど、これが1本目になって、いや、なんか全て決まってたことなんじゃないかなと思うくらいに、本当に、素晴らしい体験、ライブをさせてもらいました。本当に本当にありがとうございました。そしてまたこの場所に来たいと思いました。長崎、本当にありがとうございました。電源が入らんかったらもう鉄の塊なんですわ。